もう一度政権交代を実現してもらいたいたと政界から引退する考えを表明した菅元総理は会見で、今の執行部らに期待を寄せた上で、立憲民主党の支持率が上がらない現状について、批判だけではなく、どうすべきか強く国民に訴える必要があると指摘しました。 また、印象に残っている出来事として、厚生大臣時代に取り組んだ薬害エイズ問題や、総理在任中に起きた東日本大震災での福島第一原発事故への対応を挙げました。